どうも、クライソーシナオです。今日は雑談動画にさせてください。今日は楽器の調子についてちょっとお話ししていこうかなと思っています。楽器が調子悪いってこと、日々あると思います。今日はなんか楽器が鳴らないなとか、指が回らないなとか、あと、音が出づらいなとか、あと、リードミスが多くなっちゃうななんて悩み結構あると思いますけれども、まあ、楽器の調子が悪くなる理由っていうのはいろいろあります。で、その、まあ、原因、によってね、対処法が変わるんで、そのお話していきたいと思いますけれども、一番多い原因が、気候の変動によるリードの変化が多いですね。あと、まあ、リードの変化系で言えば、まあ、リードが実は曲がっていたり、歪んでいたり、割れていたりというリードそのものが、まあ、おかしなことになってるパターンもあります。これ以前動画で喋ったと思いますけれども、まあ、こういうことだったりとか、あと、原因としては体調の変化っていうのもありますね。例えば体の調子が悪いとか疲れているだとか、まあ、特に疲れているっていうのは自分が自覚症状がない疲れている場合もあるので、指だとか、あと、まあ、体全体だったり、息の支えが必要なのに腹筋とか背筋が疲れているっていうことが起きると、まあ、楽器の調子が悪くなりますし、指が疲れていたら、手が疲れていたら指は物理的に回らなくなります。で、まあ、疲労というのはですね、実は気づかないってことがあるんですよ。疲れていると気づく場合は大した疲労じゃなくて、休めば大丈夫なんですけど、気づかずに、まあ、疲れている場合は、あれ、なんか楽器の調子がおかしいなっていう風な、まあ、自分の意思とは反するような体の動きがすることがあるので、まあ、そういったことは注意してマッサージするなり休んだりしていただけたらなと思いますが、まあ、とりあえずですね、楽器の調子が悪いっていうのはただあることで、それはもちろんリードの問題、体の問題だけではなく、まあ、気候変動の問題だけでもなくですね、なんとなくうまくいかないってこともあります。できてたことができなくなるってことは、まあ、楽器を練習してる上でよくありますね。で、そういった時、例えば疲れてないし、リードもおかしくなってないし、なんでだろうみたいなことはあると思いますけど、そういう時はですね、一回ちょっとリセットした方がいいですね。例えば、まあ、その日楽器吹かないだとか、疲れてなくても人間何かをやりすぎてしまうと、どうしてもなんか詰まったりとか、壁にぶつかったりとか、まあ、いろんなこと起きますね。で、そういう時は、まあ、一回ちょっと、距離を置いてみるっていうことをしてみると、まあ、できるようになったりすることもあるので、焦らずに、冷静に、対処しましょう。で、ですね。で、ここからがちょっと自分が今日話したい本題なんですけれども、楽器が調子悪い、調子いいっていうのは人間なので、まあそれ体力とか体の問題だけではなくて心の問題も含めてですね、まああります。で、ありますが、もともとそういうものなんです、楽器というのは。もう本当にその日によって毎日毎日同じように吹けるようにするっていうのはなかなか特に中高生の時代なんていうのは難しいものですよ。で、その時にね、こういう考え方にしてみてください。楽器が調子悪くても別に構わないんだっていう気持ちを持つとともにですね、楽器が調子が悪い時の自分の実力を前提に、ですよ、前提に物事を考えていくといいと思います。特にソロコン、アンコンなんかはそこのね、考え方大事なんですけれども、楽器が調子いい時に基準を合わせてしまうと、これ勉強にも言えます、仕事にも言えますが、基準に合わせてしまうと、できなかった時のショックが大きくなってしまうのとともにですね、予測というのが立てれなくなるんですね。本番、まぐれで調子がいい時に当たればいいですけど、調子が悪い日に当たることもあるわけですよ。なんで何事も、調子が悪い時の前提に計画を立てるとか、目標を定めるとか、そういう風な考え方をしていった方がいいですね。実力が上がっていけば、確実にこの一番悪い時でも一番いい時でもこうやって並行して良くなっていくので、こうの方が分かりやすいか。良くなっていくので、その変化、日々の、まあ一日一日の調子いい、調子悪いっていう、まあ一回単位でもいいですけど、そういうことはあまり気にしないということが大事なんです。それよりも、日々やるべきことをやるとか、できなかったことをできるようにする、まあ練習をしていくとか、っていうことをするとか、まあさっき言った通りちょっと休んでみるだとか、まあそういうことを繰り返していって、基礎的な実力をアップさせていくことが大事なんであって、楽器を上達する上で。一日のその変動で、右往左往を心を乱されていると、まあ、うまくいくものもうまくいかなくなりますし、下手に悩みが増えてしまって、こう、どうしていいかわからなくなってしまうんですね。
悩みっていろいろ皆さんあると思います。で、調子良い時にできたら悩みが解決するっていうよりは、まあ、調子悪い時にできて初めて悩みは解決したと考えてください。例えば、タンニング一つ取ってみても、まあ、タンニングはあんまり、まあ、あれなんですけど、まあ、タンニングがわかりやすいから、タンニング120で今日は打てたと。だけど、次の日打てなくなったと。なんでだろう、なんでだろうって悩むよりも、調子が悪い時は110なんだよな。調子が悪い時で110で打てるってこと、調子が悪い時に120で打てるようになれるといいなって言って基礎練習をやっていくとか、まあリードを選んでみるだとか、その日の気候とか状態に合ったリードを選んでみるとか、自分の体調がおかしくないか確認してみるだとか、一日ちょっと休んでみるだとか、まあそういう、まあ休め、まあ部活やってるとなかなか休めるタイミングってないと思いますけれども、まあ常に本気でガーッとやる必要性はないということですね。まあとりあえず言いたいことは。なのでまあそこに対してその日々のその上下、まあバイオリズムみたいな上下に対して悩まないようにしましょう。これは結構大事なんですよ。今日なんでできなかったんだろう、今日なんでうまくいかなかったんだろうって悩むんでなくて、それこそ一週間単位、一ヶ月単位で物事を考えていった方がいいですね。楽器の場合は勉強もそうでしょ。勉強をしているときに昨日暗記できたのに今日忘れちゃったどうしようって悩む人ってあんまいないと思うんですよね。一夜漬けで暗記したものが次の日に忘れるのは当たり前のことで、で寝ると忘れますから、ある程度はね。でも寝ないと体は持たないですから、それに寝るということで体がリフレッシュして楽器上達に繋がることもあるので、これに関してはもう、日々の動きという、毎日の変化というよりは、長い目の変化を見ていただけたらなと思います。あとですね、まあそうだ、楽器の調子が悪い時にっていうので、睡眠の話出たから、睡眠の話を少しだけしましょう。睡眠は楽器上達においてかなり重要です。で、楽器が調子悪いって言ってる人ほど、睡眠不足だったりすることも多々あります。なので、きちんと寝ること、これ私にも言うんですけど、自分にも、言ってるんですけどね。私もよく夜夜更かししちゃうので。まあ夜更かししてもいいんですけれども、ぐっすりときちんと寝ること。少なくとも自分が一番調子が良くなる睡眠時間というのはここであると思います。自分の場合は多分10時間とか、まあ最低8時間で10時間。ロングスリーパーなんで、長く寝ないと活動できない人なんでね、自分は。そうなんですけど、まあ人によっては6時間で大丈夫な人もいるし、4時間で大丈夫な人もいますし、5時間、3時間という人もいるけれども、まあ自分が一番疲れが取れる、すっきりと目が覚められる睡眠時間を取るということも、まあ楽器上達における大切なことですし、この調子、バイオリズムみたいなこう調子ね、調子の良し悪しというものも、睡眠をきっちり取ることで、この振れ幅っていうのを狭くすることができますから、必ず。人間っていうのはそういう風にできてますから、ちゃんと寝れば、調子が良くなるようになってますから、体の調子がね。で、体の調子が良くなっていけば、おのずと理由が原因が物っていう絞られてくるんで、で、そうなってくると、じゃあ物なんだなって言うと、じゃあリードかなとかって言えるんで、どっちが悪いか分かんなくて調子悪いと、ちょっと原因探るのに難しくなってくるんでね。少なくとも、まあ、体を、整える意味でも、まあ、睡眠をしっかりとるということも忘れないでいただけたらなと思います。ということで、今日は楽器が調子の悪い時にどうすればいいのかっていうお話をね、ベラベラと喋らさせていただきました。楽しんでいただけたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram、サブチャンネル、公式 LINE、オンラインサロン、いろいろやってますので、気軽に登録フォローいただけたら幸いです。では今日はこんな感じで失礼します。最後までご視聴ありがとうございました。